話題、三笘のトラップ、エグすぎる海外で話題に。現地時間26日、ウェストハム守備陣の身体を張った守備と守護神アレオラの牙城を崩すことができず3対1で敗北したブライトン。一方で三笘のトラップが日に日に上手くなっていると海外で話題に。三笘はとてつもないファーストタッチを使える。あのファーストタッチでは三笘はマルティネッフィよりもブラジル人に見える。三笘の緻密なコントロールとドリブルは時々全く信じられないほどだ。三笘はボールコントロールの学位を取得して卒業しました。三笘は水の中を泳ぐ魚のようにボールを持って動く。彼のタッチは軽い。彼の下の草はおそらく何も感じていないだろう。三笘と対する人間は畏怖するだろう。彼がボールに触れた瞬間にディフェンスはプレッシャーを感じるのだから。彼はボールを足元に置いてフィールド上を滑っている。映画を見ているようだ。